高松琴平電気鉄道1050系電車、1053型電車、及び1060系電車は、高松琴平電気鉄道に在籍した通勤系電車である。いずれも、阪神電気鉄道のジェットカーの車体を利用した車両である。元は、阪神5001系 5001.50NE で、1958年日本、車両、川崎車両制。 1977年に入選した。制御電動客車の1051と制御客車の1052、からなる2両編成1本の2両が在籍したが、2003年に廃車になった。阪神5001型は、阪神の各駅停車専用車、ジェットカーの先行試作車である。5001が日本車両製、5002が川崎車両製とメーカーが異なり、 車体裾形状など細部が異なっていた。前面も非貫通2枚窓だったが、後に半身標準の貫通路付きに改造された。1977年に新五千一型への代替に伴い廃車された。1977年に入線した。入線に伴い下記の改造が行われた。こと電初の両開きドア設置車両となった。 1984年には、台車、主電動機を心臓のものに交換し、カルダン駆動化された。台車は、電動車が、住友 FS-526、制御車が FS-026 で、主電動機は、三菱メガバイト -3239A4 である。2003年に、 1 2 0 0系1 2 0 1から1202.1203から1204.1205から1206の入線に伴い、同年3月にさよなら運転が行われた後、廃車解体されている。元は、阪神5 2 3 1系5 2 4 3 5 2 4 4で1962年に本車両製、1981年に入線した。 制御電動客車の1053と制御客車の1054、からなる2両編成1本の2両が在籍したが、2005年に廃車になった。阪神5231型は、同社5201系の改良造備車で、2両編成12本の計24両が製造された。以降ジェットカーの主力車両として使用されていたが、 1981年から1983年の間に5131系5331型への代替に伴い一部の機器を供出するため廃車された。1981年に入選した。機器類は手持ち部品の流用となった1050型に対し、統計式では全て新品が用意され、こと電発のカルダン駆動車となった。 また自動加速車であるが、手動加速車との並結が初めて可能となった。台車は日車 ND-115 で、手電動機はメガバイト -3239A に伴う改造を受けている。その後、1970年代後半の冷房化推進に際し、新造車に代替されることになり、そちらに伝送品など機器を流用するため、1980年に、 廃車された。当時、ことでは老朽化した中、小型の造血者に代わる造血者を探していた。そのため、大型で両運転台の当社が購入された。ことでには車体のみが譲渡され、以下の改造が行われた。ことで入船後は、主に朝夕ラッシュ時の造血用として使用された。全長 19,226mm は、現在に至るまで、ことで史上最長である。 しかし、冷房化推進のため、2005年2200系1211から1212.1213から1214が入選し、この代替として、同年6月にさよなら運転を行って、定期運用を2月千六6 1は、廃車、解体された。その後1062は、事業用車となり、普通生産工場での入れ替えなどで使用された後、年月に、 廃車、解体された。なお、本形式並びに1053型、1063型の廃車に伴い、2011年に長尾線から600型が転用されるまでの間、琴平線の車両から両開きドアの車両が一旦消滅した。また、すべて平行、カルダン駆動、冷房装置付きの自動加速制御車になった。AB このため、車体は同じく半から、 京福電機鉄道福一社へ移籍した2100型とほぼ同じ見た目になった。ありがとうございます。